はい、今回はね、このたかしちゃんの GTR もう、何年乗ってるって言ったかな、もう、まあお付き合いもね20数年間なって、まあこの車も、もう27、8年ぐらい乗ってるんじゃないかな。まあずっとあの進化をし続けてる車を、まあ今回、今までね、ノーマルから2530回の、タービン交換して、まあ、なんとこれアクチュエーターで9秒台無計量で9秒台を出した車なんですよね。でまあさらに、今回進化をということで、エンジンも作り変えて、なんと、シングルタービンに念願の、ウエストゲート仕様の、HKS GT3 5R 仕様にして、エンジンも、新規で全部、単造ピストン、1段目5ノット入れて全部、リフレッシュしました。で前回、この車、まあ、完成して慣らしも終わったということで、セッティングしてたんですけど、まあ、真夏のね、外気温度のもう30、夜でもまあ30度、まあ、今日もそうなんですけど超えてる中、まあ燃料ポンプ、シングルでの、まあ、限界値っていうのを、それぐらいで、まあ、行こうということで、まあ、700馬力は、まあ、サクッと出たんですけど、高橋さんがですね、やっぱどうしてももうちょっと、パワーを出してくれということなので、燃料ポンプを追加して、アメリカの、ラジウムさんのインタンクコレクタータンクを入れて AM の燃料ポンプを力がけ、今晩今からですね、リセッティングして、まあ、どうですかね、まあ、今日は外気温結構高いので目標値に、いければいいんですけど、まあ、700後半、まあわよくば800近く、出ればなと思って今からセッティングをしたいと思います。制御は、HKS の F1V Pro 3.4 で今からセッティングします。
前回は高回転で結構ね AF が垂れて、まあ、ギリギリ燃料ギリギリのところだったんですけど、さすがねポンプを追加して、全然今 AF も安定して今700、ちょいもう、点火軸とかは全然ゆるゆるの感じで700ちょいは出てるので、まあ、前回よりか、猛暑の中無事セッティング終わりました。まあ全然AF とかはね余裕ですごい安定した、セッティングでした。夜なんですけどもまだ30度を超えてて、まあ、空気温度もかなり高い状態で、まあ、前回が、699馬力だったんですけど、まあ目標の800まではちょっといかなかったんですけど740馬力、まあ、トルクは82キロ出てたんで、まあ、結構出てる方だと思います。これ、まあ、真冬だったらまあ確実に800は超えると思います。まあ、当社のねこのダイノパック、3人の場合はFR で測ってますんで、TCF1.0 補正0でやってますんで、補正0で740馬力バッチリ出ました。あとはですね、実質まあ800以上は確実に出る車だと思います。なのであとは街乗りがですね非常に楽しみな感じですね。これからまああとは、まあ、ダイノから外して街乗りの燃費のところとか、セッティングを詰めていきたいと思います。前回のところは、ひとまずこれで無事に終了しました。もうちょっとですね、まあ、無理すれば無理っていうかもうちょっとブースト上げていけば、まだ全然余裕な感じなんですけど、まあ、この外気温だし、まあ、あんまり連続して回すのもエンジンに負担がかかると思いますんで、まあこれぐらいで今日は一応終わりました。まあ、無事に終わったんで740馬力トルク82キロということで、まあ、それでも結構速いと思います。なかなかストリートではね本領をなかなか発揮できないかもしれないですけど、すごいパワフルなマシンに仕上がったと思います。以上です。